トーマス、タトリンカーン3世は、第16代アメリカ合衆国大統領、エイブラハムリンカーンとメアリート・トトリンカーンの末息子で四男。18歳で病死した。タトは、オタマジャクシのように落ち着きがないことから、父親から与えられたニックネームである。よく、ホワイトハウス内を自由に走り回っていた。無遠慮で、直情的な性格で、その無鉄砲ぶりを物語る。 数々のエピソードが残されている。父親の存命中は学校に通わなかった。トーマス・リンカーン3世は1853年4月4日に、エブラハム・リンカーンとメアリート・トッド・リンカーンの4、男としてアメリカ合衆国のイリノイ州、スプリングフィールドにて出生した。彼には、ロバート、エディ、ウィリーという名の3人の兄がいた。父方の祖父にあたるトーマス・リンカーン当時の、 トーマス・リンカーン・ジュニアにちなんで名付けられた。彼はすぐに、その小さな体と大きな頭、幼少期におャクシのように落ち着きがないことから、父親からタットというニックネームを与えられた。タットのファーストネームは、たまに誤って、サデュースと記載されている。タットは、後進郊外列を持って生まれ、生涯を通して、発話障害に苦しんだ。高音障害あり、早口で、 ゴニョゴニョと話したので、彼と親しいものしか理解できないことが多かった。例えば、父のボディーガードのウィリアム・ h クルックを、トゥックと呼び、父を、パパディアではなくて、パパデーと呼んだ。郊外列の影響で、歯並びが悪く、咀嚼が困難だったので、特別な食事が用意された。タットと年の近い兄のウィーリーは、スプリングフィールドに在住していた期間に、 悪名高いいたずらっことを見なされていた。エイブラハムと法律事務所を共同で経営するウィリアム・ハンドンは棚から本を引っ張り出し、事務所内を引っかき回している子供たちに、エイブラハムが気づいていないと書き残している。父のエイブラハム・リンカーンと一緒にアルバムを見る、たとえエイブラハムが1860年、アメリカ合衆国大統領選挙に勝利して、 アメリカ合衆国大統領に選出されたため、一家はホワイトハウスに移住した。ここがウィリーとタッドの新たな遊び場となった。メアリーの要請に応じて、ジュリア・タフと彼女の14歳の弟、バドと12歳の弟、ホリーがホワイトハウスに呼ばれ、二人の男の子はウィリーとタッドの遊び仲間になった。また、 この三人の指定の長兄であったチャールズ・サビン・タフトは内海であり、5865年4月14日夜、エイブラハム・リンカーン大統領が、ォード劇場で狙撃された際、偶然に客席に居合わせ、同じく居合わせた、下界、チャールズ・リールと共に、遭難直後の大統領を診察した、医師二人のうちの一人となった。1862年2月に、リンカーン家の両方の少年が、 小地伏にかかり、寝たきりになった。タトは回復したものの、ウィリーは1862年2月20日に亡くなった。ウィリーの死後、両親は以前にも増して、タトを甘やかすようになった。父の存命中は、衝動的でわがままな性格で、学校には通わなかった。ジョンヘイは、ホワイトハウスでの少年の家庭教師の多くが、失意のうちに辞職すると書いている。 ホワイトハウスを自由に走り回り、大統領会議を中断させたり、動物を集めたり、父に会いに来た、訪問客にちょっかいを出したりするなどのエピソードが残されている。1865年4月14日に両親がフォード劇場で我らのアメリカのいとこを感激している間、タッドはアラジンとワンダフルランプの演目を見るためにグローバー劇場に行った。その夜に彼の父は、 ジョン・ウィルクスブースに銃撃されて致命傷を負った。このリンカーン大統領銃撃事件のニュースはグローバー劇場にも伝えられ管理者が全聴衆に向けて発表を行った。タットは動揺して走りながら奴らがパパを殺した。奴らがパパを殺したんだ。と叫んだ。メアリーはタットを連れておいで。口を聞いてくれるでしょう。あんなにも彼を可愛がっていたのだからと言い,い。 末息子をピーターセンハウスで死の床にあるエイブラハムに会わせようとした。しかし彼女の願いは聞き入れられずタットは護衛されてホワイトハウスに戻った。その夜遅くホワイトハウスのドアマンが悲しみに沈んだタットを寝かしつけた。エイブラハムリンカーンはその翌日4月15日午前7時22分に亡くなった。タットは父の死について 次のように述べている。エイブラハム・リンカーンの暗殺後、メアリーとロバート、タットの3人は、シカゴで一緒に暮らした。それから少し経ってからロバートは家を出て、タットは学校に通い始めた。1868年にメアリーとタットは、シカゴを離れ、最初にドイツ、その後にイングランドとほぼ3年間、ヨーロッパ各地で暮らした。ウィリーの死後に浪費癖から、 メアリーの買い物のツケが溜まっていたという事情が、この海外旅行の背景にあった。彼女はたまりかねて、ヨーロッパ各地を放浪して旅先から休場を訴え、これに同情した連邦議会が1870年にメアリーに修正年金3000ドルを支給することを決議した。メアリーは1871年4月にタットと共に帰国した。タットは、 更新郊外列の形態的影響から現代のコメンテーターが複雑性言語障害と呼ぶ障害に苦しんだ。シカゴの学校に通っていた時期にこのことが原因でいくつかの問題を引き起こした。エリザベスストリートスクールでも言語障害のせいでたまにクラスメートからキツオンタッドと呼ばれてからかわれたりもしたがティーンエイジャーのうちにこの障害を克服することができた。亡くなる年、 1871年に撮影された写真1871年7月15日の金曜日の朝にタッドリン・カーンは18歳で死去した。死因は、結核、死因については、胸膜炎の発作や肺炎など様々な説がある。シカゴのクリフトンハウスホテルに滞在中に死亡した。死亡記事では、ジョンヘイがリトルタッドと呼び、愛情を込めて個人について言及した。 タットの葬儀は、シカゴにある一番上の兄のロバートの家で行われた。遺体は、スプリングフィールドに運ばれ、父と二人の兄と一緒に、オークリッチ墓地内のリンカーンの墓に埋葬された。ロバートは列車に乗って、棺に同行したが、メアリーは尋常でないぐらいに取り乱しており、息子との別れの旅に参加することができなかった。ありがとうございます。